動画をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。競馬ブック TM トーク、今回は日曜日に阪神競馬場で行われます第74回阪神ジュベナイルフィリーズを展望していきたいと思います。今週の解説は競馬ブック販路調教担当で、MBS ラジオ55競馬サンデーの解説でもおなじみの丹羽孝明トラックマンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。司会は今週も競馬ブックの青木でお届けいたします。ではね、本題に入る前に恒例の選手の振り返りなんですが、選手はチャンピオンズカップを競馬ブックの西村トラックマンと私で展望いたしました。本命がね、二人とも帝王ケインズということで、まさかのね、4着ということで、二人ともね、残念ながらフォーカスは外れとなってしまいました。まあ、丹羽君このレースなんですけども、帝王ケインズまさかの。そうですね。あの、1コーナーの入りで、武豊さんの乗ってるのっていう間にブロックされて、はい、そこからずっと外回ってたんですよね。強かった去年とはちょっとレースぶりが違ったんですけれども、ただそれでもちょっとね、4着、直線伸びきれなかったですからね。そうですね。私もまあ本命にしてたんですけれども、っていう感じで、まあ、勝ったね、純ライトボルトですかね。うん、まあ、強かったですけどね。石川ジョッキー、上軍で足を溜めて乗りましたけどもね。まあ、まさか、帝王ケインズ崩れるかという、ね、競馬でしたね。まあ、純ライトも挑戦結構ね、こうごちゃごちゃしてましてね。割と厳しい、ね、形にはなったんですけどね。そうですね。よくね、馬も人も我慢しましたよね。ね、出してからのあの切れ味はね、ほんと素晴らしいものがありましたよね。なんか時計がなんかちょっと異常に遅かったかなと思ったら、1分51秒で、やっぱりそういうババアなんですね。うん、ババアなんですかね。なんか条件戦なんか見てても、そういう毛があったのかもしれないですね。あの、1分50秒切るような時計が例年ですけれども、帝王ケインズはね、ダート馬だけどスピード結構あるタイプの方ですので、うん、はい、そういう馬場もちょっと答えたのかなという、ね、印象はありますね。そうですね。ということで今週は、2歳牝馬の女王決定戦となります。まずはね、丹羽君の印をちょっと上から教えてください。本命が16番のドゥーラ。以下、対抗が18番のラベル。17番、ウンブライ。5番、モリアーナ。9番、リバティアイランド。14番のブトンドル。以上ですね。はい。私の方もね、本命は16番のドゥーラといたしました。対抗がね、9番のリバティアイランド。黒抜きまして、二重三角が17番のウンブライル。以下三角はね、13番のドゥーアイズ。18番のラベル。2番の北ウィング、4番のアロマデローサまで打ちました。丹羽君が本命はドゥーラということで、これ一週前から変えましたか？変えました。週刊誌はラベルでしたよね。そうですね。週刊誌先週書く機会があって、その時はラベルにしたんですけれども、前哨戦がね、東西やって、まあ、東がアルテミスステークス、西がファンタジーステークス。はい。どっちもスローの競馬で前残りだったんですよね。ラベルはそれをね、差し切ってるんで強いかなと思ったんですけれども、はい、スローしか経験してないっていうのと、まあ、おそらく出遅れるだろうっていうことで、まあ、そのあたりがちょっと、ね、お姉さんがナミュールっていうね、まで去年も人気背負って出遅れて4着でしたからね、っていうところがよぎってね、まあ、ナミュールよりも、こっちのラベルの方が強いとは思うんですけどもね、もしかしたら隙があるのかなと思って、まあ、他の馬を探すことにしたんですけれども、でドゥーラがね、本命に躍り出たという感じなんですね。そうですね。ずっと札幌函館で見てて、うん、まあいい馬だなと思ったんですけれども、うん、こっち帰ってきたらもうちょっとね、体が大きくなってすごいいい感じの雰囲気なんですよね。まあ、あとでレースぶりなんかですと、まあ、2歳戦ってレース経験することに良くなったり悪くなったりすると思うんですけども、うん、はい、まあ、このドゥーラは1戦ごとにちゃんとレースが良くなってるんですよね。2戦目の時には初馬をクリアしましたし、うん、ずっと外持たれてたんですけども、うん、レース、うん、前走の札幌2歳ステークスでは外持たれる面もなくて強い内容でしたし、洋芝でしか走ってないんですけども、まあ前々走の未勝利戦の時計とか上がりなんかもかなり優秀なんですよね。まあそれだったら初めての本州の競馬でも全然問題ないんじゃないかなとね、思いまして、客室がね結構後ろから行く馬多い中で、このドゥーラーすごいレース上手にできるんで、まあ、そのあたりをね、いろいろ加味して本命にしました。そうですね。私もね、こちら本命といたしました。まあ、一周前ね、Cコースの追い切りね、こうグイッとね、抜け出した足ね、非常に力強さありましたしね。まあ、今週半路あれもさっと流す感じだったんですけれどもね、菅原さん満点でいい仕上がりと思いますし。そうですね。やっぱりね、阪神マイルですから、やっぱりね、スピードだけじゃなくて、タフさもね、求められると思いますんで、帝王芝の1008で2勝している点もね、非常に強調できるんじゃないかなと思っています。今回初めて、ね、当日輸送になるけど、カリカリしたってことあるんですか、ね、いや、あのね、その点は全然大丈夫です。大丈夫です。あの、2戦目札幌を使ったんですけども、うん、この時中1周で未勝利戦だったんですけども、はいはい、1回函館帰ってるんですよね。そうですね、そうですね。中1周で。はい、うん、その時もね、全然
ちょっとテンション上がってるぐらいかなっていう感じでもしっかり結果出したんで、うん、はい、そのあたりは全然心配しなくてもいいんじゃないかなって、ね、思ってるんですよね。なるほど、はい。続いて対抗が、ここでラベル、まあ、ちょっともう説明も一応ありましたけれども、発売とかでちょっと不安も抱えてるかな、うん、ね、っていうところですね。まあ、でも強いと思いますね。まあ、最近のトレンドじゃないですけどね、うん、小倉の芝 1800m でデビューした馬っていうのはね、本当出世する馬が多くて、ドーデュースパターン、ドーデュースですとかね、まあ、クロノジェネシスなんかもね、ちょっと待ちですとね、小倉デビュー組でしたけども、ちょっと前は新潟のね競馬で早い上がりでしたよね、使った馬がそうでしたけども、うん、やっぱり小回り使うとドゥーラもそうですけれども、うん、まあ、折り合いですとか、コーナーで加速していかなきゃいけないっていうね、いろんなことをね、クリアしなきゃいけないんで、小回りで、ね、強い勝ち方した馬っていうのは注目していいと思うんですけれども、うん、はい、まあ、ラベル前走めっちゃ強かったですよね。目を外から撫で切りましたからね。そうですね。本当瞬発力が尋常じゃなくてですね、ちょっと促しただけで、同じような位置にリバティアイランドがいたんですけど、うん、まあ、リバティアイランドは進路がなかったっていうのもあるんですけれども、ちょっとね、包まれましたからね。それでも、一瞬で引き離したんで、うん、なかなかできるゲートじゃないなということで、うん、まあ、大外枠ですけれども、うん、まあ、前走も外枠でしたし、中途半端にゲート出るよりはもういっそのこと出遅れて貯めてっていうね、うん、競馬できると思うんで、はい、ドゥーラ本命にしましたけれども、ラベルがね突き抜けても全然おかしくないなと思ってます。うん、なるほど。まあ、私もねこちらさすがに印は打ちましたね。もう前走の勝ちっぷりは本当に非凡なものがありましたし、うん、外枠もねこれむしろ問題ないと思いますんで、本当にいい頭かなと思っています。で黒三角がウンブライル、まあ、前走7頭立てでメンバーレベルはそれほど高くなかったと思うんですけども、うん、はい、まあ、この馬もすごいレースぶりでしたよね。レースの時期がちょっと違うんですけども、はい、ファンタジーステークス、同じ阪神 1400m のレースと比べても前走のもみじステークスでしたけど、はい、は優秀な時計だと思いますし、うんうん、まあ、ちょっと心配なのはそのもみじの時が前半3ハロン35秒4で、まあ、縦長だったんですけども、それでも追走に結構苦労してたんですよね。今回もっとペース速くなると思うんで、うん、まあ、そのあたりどうかなと思うんですけれども、うん、まあ、素質だけだったらこのメンバーだったら上位かなと思って3番手にしました。まあ、私もね、こちら3番手評価といたしました。前走本当にねもう余裕十分の勝ちっぷりでしたし、レース後ねこれルメール状況はねマイルでも OK というねコメントも出していましたんで、はい、距離延長も全く問題ないかなと思っております。で4番手はモリアーナーですね。そうですね、札幌でこれもオープン買ってきたもんですね。そうですね、東京の6月1週目のでデビューしたんですよね、はい、まあ、その時点で上がり3ハロン33秒0っていうのは、ね、かなり優秀な時計なんですよね、うん、前走コスモス賞札幌で勝ちましたけれども、まあ、メンバー的に正直勝って当然ぐらいのメンバーだったと思うし、はい、まあ、レース見てると小回り 1800m はかなり走りづらそうな印象があったんですよね、うん、はい、まあ、ただそれでも外側から折り合いをつけるっていう点では勉強になったレースだと思いますし、末脚が生きるこの、ね、外回りのマイル戦、うん、の方がこの馬に合ってると思いますので、それで4番手評価ですね。はい。私もちょっとね、デューガイズに勝ってるぐらいですからね、怖さ感じたんですけれども、これだけの多頭数が初めてでね、内目の枠引きましたんで、うん、もしかして揉まれたりするとね、ちょっと気にしたりするのかなということで、はい、印までは回りませんでした。で、1,2,3,4,5 番手にリバティアイランドが来るという感じですね。そうですね。まあ、リバティアイランド多分一番人気そうな雰囲気ですけどね。ね、はい、同じ厩舎にリアアメリアっていうね、うん、中内田厩舎の馬がいて、はいはい、もうその馬とね、イメージがぴったり重なるですよね、個人的に。リアメディアは2019年このレースで断然の人気して負けたんですけれども、うん、はい、やっぱスローの上がり勝負しか経験していないっていうところが一つ嫌なのと、うん、なラベルなんかはちょっと包まれても一瞬で抜け出してこれる足はあると思うんですけれども、はい、このリバティアイランドは速い上がり使えるんですけども、トップスピードに乗るまでにちょっと時間がかかるっていうことで、うんうん、もしかしたら前走のその包まれたっていうのはね、はい、偶然じゃなくてね、まあ、今回も同じことがあり得るのかなという感じでね。なるほど。そう、それね、リアアメリアとずっと似てるなってずっと思ってたんで、うん、まあ、その点でちょっと割引不安でもあるかなと言って、はい、はい、私は以上ねこちらを対抗といたしました。直線向いてね包まれた前走なんですけれどもね、やっぱり最後のね加速は本当にいいものありましたから、まあスムーズな競馬ができたらというところですね。あとまあね、先週のね芝コースの追い切り本当に良かったと思いますんでね、うん、状態面の上積みもあるんじゃないかなと思っています。で最後がブトンドール、これ函館2歳のねチャンピオンですね。そうですね、距離は、ということでね、やっぱり。うん、1002か1004ぐらいかなと思うんですけど、うん、まあ、フットワーク結構硬いんでね。うん、まあ、ただ、後ろから行って、
足貯めたらマイルでもギリギリって感じでね、はい、まあ、ちょっと印が余ってるんで打とうかなっていうぐらいの、余りますか、ここのメンバーで、はい、そういう感じで、私はちょっとね、走法とか見たらね、スプリンター寄りかなということ で、ね、印までは打ちませんでした、うん、でまあね、丹羽君の印ここまでで、丹羽君が打ってなくて私打ったので言いますと、ドゥーアイズは打っておきたいと思いますね。まあドゥーラをね、本命にしましたんで、うん、もう本当にドゥーラのいいライバルといいますかね、2回一緒に戦ってまして、新馬戦ではね、このドゥーラにも勝っていますからね、本当まあ能力高いと思いますし、どうせやっぱこちらが回らなかったというのはどういうことなんですかね、ドゥーラに。どちらかというと、ドゥーアイズ。持久力型かなという感じがして、うん、まああと成長力なんか加味したら、なるほど、なるほど。ちょっと、なって感じで、うん、ちょっとな、はい、なるほど、ね。まあ、新馬戦はちょっとね、ドゥーラの方が出遅れましたからね、ちょっと流れに乗れなかった感じがありましたよね。そうですね。ドゥーアイズの新馬戦、芝の調教全く動いてなかったんですよ、ね。あ、そうなんですか。これでは厳しいなと思ったら、勝たれたんで。うん、確かにノーマークになってますね。そうなんですよ。めっちゃびっくりして。ちょっとショックやった。そうなんですよね。はい。まあ、だから今回ノーマークにしたらね、疾病返してくるかもしれないんで、はい、怖いですね。はい。あとはね、2番の北ウィング打ちました。こちらね、新潟2歳のチャンピオンということになりますね。これももう随分ね、早いうちにね、立冬に入球して調整してますんで、うん、その点非常にね、好感持てますし、マイルで2勝を上げている点はね、いい材料かなと思いますよね。一応ね、右回りもね、まあ、福島で経験はしてますんでね、まあ、そこまでね、気にしなくてはいいんじゃないかと見ております。あと最後にね、アロマデローサも打っておきました。まあ、前走ファンタジーステークスは直線でね、かなり挟まれる大きい振りありましたんで、うん、度外視していいと思いますし、まあ、前々走ね、キキオステークスは本当に解消しましたんでね、あの走りができたら、怖いところもあるんじゃないかなと思っております。ファンタジーの勝ちもリバーラとか、やっぱり距離が気になりますか。まあ、この、ババがとりあえず前残りだったのと、うん、まあ、ちょっと人気薄で気分よく握りさせてもらったっていうのもあると思うし、やっぱ距離も一ハロン長いのかなという。うん、まあ、でもね、1000人とか使ってた時、あんま息っぷり良くなかったりしたんで、はい、まあ、こなせるかなと思ったんですけど、うん、このファンタジー組がそんなに強くないんじゃないかなと思ってね、うんうん、ノーマークにしました。はい、わかりました。私もちょっとね、距離などが気になりまして、ノーマークといたしました。ということでね、解明につきましては CM の後で発表したいと思います。競馬情報は競馬ブックスマートで。では買い目を発表したいと思います。丹羽君からお願いします。はい、まあ、シンプルな馬券が好きなん ですよね、はい、ワイド1点で本命対抗、うん、16番ドゥーラと18番ラベルのワイド1点でいきたいと思います。はい、はい、私の方なんですけどね、選手のチャンピオンズカップはちょっと外れということで、マイナス2万円で今年のトータルがマイナス33万9050円となっております。だいぶ枕のダメですね。あと大まくり戦のダメなんでね、ただそういう買い目はちょっとないかもしれないんですがとりあえずちょっとでもね、動したいということで、三連複と単勝で行ってみたいと思います。まず三連複はね、二等軸、ドゥーラとリバティアイランドを軸にしまして、前ではね、印を打ちました、ウンブライル、ドゥーアイズ、ラベル、キタウィング、アロマ、デローサ。まあ、こちらね、2000円ずつ買いまして、まずは1万円と。あとはね、単勝ですね、ドゥーラを5000円買ってみまして、1万5000円の勝負で行ってみたいと思います。今週日曜日はね、これ、阪神ジュベナイルフィリーズ以外にも、日本馬がこう多数出走する、注目のね、香港国際競争が4クラ行われますね。こちらの競馬ックの統一版にもしっかりと4クラすべてのね、能力表を掲載されておりますので、まあ、ぜひともね、今回求めになって参考にしてもらえたらと思っております。では今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。